前回の動画の次です。今回はとうとう日本へ迫るヨーロッパ諸国ということで、まあ江戸時代の後半、もう直接ヨーロッパの国々が日本にだんだんとやってくるようになるんやね。まあそれに対して江戸幕府はどういうふうに対応をとっていったのか、日本にどういった変化が起こっていったのか、これを順番に見ていきたいなと思います。まず18世紀の終わり頃になってくると、だんだんとほっ 一方、北の方からヨーロッパの国々がやってくるんやね。ラクスマンとか、レザノフといった人物が通称を求めて、日本は貿易しませんかということでやってくるようになります。まあそういう中で前回の動画で見たような学者の人たち、しっかり国防をしていかないといけない。こういった考えが広まっていくようになります。このままやったら日本はやばいでと。まあその中でも特に大きな影響を与えたのが、 林士兵さんという人が書いた「海国兵団」という本です海国兵団はその名前の通り海の国なわけでね日本は海に囲まれた島国なので国防や国を守るっていうことをこの海の観点で考えてやらないといけませんよとそういうことを説きましたでもこの林士兵さん海国兵団っていうのは幕府を批判するようなところもあったので処罰をされてしまうことになりました なりまあでもどん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 ロシアを中心に北方から日本にヨーロッパの国々がやってくるようになってましたんやねまあそういう中で幕府もこの状態を放っておけないので特に北方についてはまだまだ日本も知らない部分が多かったので1808年から近藤十三さんそしてこの人物間宮林蔵さんこの二人を派遣して 北方の探検をさせます。どこを探検させたかというとまず一つは今も北方領土に含まれているようなここの列島ですここのことを千島列島と言いますこの千島の部分とこっちの島なんていうか知ってる千島と樺太このういう字を書きます樺太を探検させました伊能忠敬さんが この地図を作ってくれてたんやけど、ここで終わってんの分かる北の方っていうのは地図を作られてなかったんやね。なので、国防の観点からもこうした地域について知っておかないといけないということで、千島、唐太をこの二人に探検させました。ま、間宮林蔵さんの方が、ここの海峡、 のことをマミア海峡と言ったりして名前が残っているので名前としてはこのマミア林蔵さんの方が有名かもしれませんまあそういう中今度はこの北方だけじゃなくて南とか西の方にヨーロッパの船がやってくるようになります1808年イギリスの船フェートン号というのが長崎にやってきますまあそれまでは長崎を通じてオランダ中国としかやりとりをしていなかったんやけどここに他の国の船が 顔を出すそういう中で危機感を感じた幕府は1825年にさっきもちらっと話した外国船異国船打ち払令っていうのを出します異国船っていうのはその名前の通り外国の船のことやね異国の船のことですこれが来たら打ち払いなさいとそういうとんでもない命令を出したわけです 外国船内払い例を出します。そして、この内払い例を元に、実際1837年、モリソン号事件というのが起こってしまうよね。 これは前回の動画でも紹介した晩車の極のきっかけになった事件です。日本人の人たちが遭難をして、その遭難した人たちを届けてくれようとアメリカの船、モリソン号というのがやってきました。そのやってきたモリソン号に対して、幕府が打ち払い入れを出していたので、 攻撃をする。大砲で攻撃をしてしまったん。この幕府の体制を批判した蘭学者の渡辺崋山さん、高野長栄さんとかが処罰されたのが万社の極という事件です。幕府は最初、こうやってやってくるヨーロッパの国々を打ち払おうと、鎖国を続けようという体制をとってました。ところが、この日本。 江戸幕府にとって衝撃的な出来事が起こります1842年中国のところでも話したと思うんやけど、芯がアヘン戦争でイギリスにあっさり敗れてしまうんやね。これは日本にとっては衝撃的な出来事でしたそれまでも日本と中国っていうのは対等、もしくはそれ以上の関係にありました。 人口とか面積で見ると、真っていうのは日本より大きなアジアの、同じアジアの国やったわけやね。まあそれが、遠く離れた島国の小さなイギリスの海軍に、イギリスの海軍がやってきて、それに負けてしまったと。ヨーロッパってそんなに強いんやーっていうのを江戸幕府はここで知るわけです。このまま異国船打ち払い入れを出していると、 ちょっとした事件をきっかけに、中国みたいに戦争が起こって侵略をされてしまうかもしれない。ま、そこで、このアヘン戦争っていうのを受けて、幕府は異国船打ち払い令を廃止。え、代わりに、浸水給与令というのを出します。え、この浸水給与令というのは何かっていうと、ま、字見たらそのまんまで、浸っていうのはこれ、訓読みすると、薪っていう字やね、薪や水を給与してくださいと。 外国の船がやってきたらいい感じに対応して燃料として必要な薪とか水っていうのを与えてあげなさいよという命令を出しました要は外国の船を打ち払ってもまずいけどかといって貿易をするのは日本の鎖国という方針に反するなので薪とか水を与えてとりあえず仲良くしといてくださいとこういう命令を出し,したんです幕府は方針を変えることになりました ところがさらにこの1842年の出来事から10年後、1853年にはこの北方とか長崎の方ではなく関東の方、側賀沖にペリー、黒船がやってきます。その様子を江戸の人々はたった支配で夜も眠れず、たった4隻の黒船で夜も眠れないぐらい怖くなってしまうと、そういうふうに歌ったわけです。 約300年間続いた江戸時代というのは、この出来事をきっかけに、東幕、幕府を倒す、そして、開国、国を開く運動へとつながっていくことになります。